はい、それではですね、今回は、ダークソウルやっていこうと、思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、早速ゲームプレイしていきましょう。コンティニュー。さあ、前回はですね、DLC、アルトリウス・ザ・アビスのエリアに入って、霊廟の聖獣を、倒して、ちょっとね、この森の先に進んだところで、終わっております。ということでね、本日も早速、行きたいと思います。前回死んで終わってるんで、ソウルを取り戻すというところからスタートですね。ここのエリア自体が、ダークソウルの普通の方ですね、DLC じゃない本編の方の、ですね、黒い森の庭という、エリアがあるんですけども、そこがですね、ここのエリアなので、このね、大きな庭のところなんで、これね、これが多分草なんですよ。草なんで、こいつらが。草のやつなんで、もうずっとついてくる、このクイズ。わーい、わーい。わーい、わーい。もう、こうやってちょっとさ、草とか石とかを、こうやって、おらおら、石のやつ。先に草からやりたいね。1対1にできればね、したいんですけど、草はね、萌えです。引き抜きも威力があるよ。一回これ飲みたい。飲む。いった。ああ、もう意味がなかったな。引き抜きもこれあるんで。ガードする。飲む。前回落としたソウルぐらいはせめて取らせてください。わーい。スタミナが持たん。スタイル取れないのかな。これ前回どうやって倒したっけ。こうか。いって、ダメだ、これダメだ。すごい時間かかってたな、多分な。あ、で、一回両手持ち強攻撃を挟んでもこれだからね。2発。まあ、ガードはしないだけね、まだいいか。あ、やっといった間は。エストビン、そう、エストビン5個しかないのが。つわ。結構先まで行ったんだよね。謎の小刻みなダンシングを踊っていたね。臭いでしょ、あれ。で、あそこ石がいて、草石なんですよ、僕。とりあえず、こう、うわ、石いたんかい。っていう感じになるじゃん、これだ、ドーンってさ。行って。ワーマイゼロ。ではない。よいしょ、引き抜きの、はい、引き抜きある。二発触れるか、この時で。もう一発作る。一発ゲンドラな、でもな。あ、やばいっつ。おー、あれやばいっつ。一回振らせて、飲む、やばいっつ。いやー、メリーが混んでるわ。お、なんか、謎の、挟まりを、見せている。確かにノーダメージでいけなくはないんだ、慎重にいけば。それでは久しぶりなんでね、まあ、ウォーミングアップがてな。あ、ここ無敵かもしれない、この場所。そんなことはなかった、さすがに。で、スタミナ管だけちゃんとして、ちょっとあの画面結構あのくるくる回るんで、ちょっとごめんなさいね、今日本当に。
一体一体大事にいきましょう。あと一撃だね。でっかいガードして、はい、エストビーもねえんだけど よく行ったな前回な。で、前回こっちの奥、こっちの奥行ったんか、石に草さんのところか。じゃあ草も3、いや草4だな、これな。はい。草来て、先に草からかな。なんか石が来る。石来る。草ガード、草倒し、石ガードする。どこで落としたんだっけ？確かさ、反対側に渡ったりとかしたんだよね。なんか、猫のとこだとかなんか言って、結構奥に行った気がするんだよ。私。この先だ、この先、この先。ここ通った記憶ある、この花畑。で、反対側に行ったんだっけ？確か。だよね。こっちから反対に行ったような記憶がある。後ろ来ていない。わあ、ちょっとさ、あーい。あ、危ない。そこはセーフなんだ。あ、あいつ落ちちゃった。イエーイ、ゲットだ。でも。で、どこで落としたっけ？アイテムがいっぱいあるのは、ハサミなんだ。ハサミタイプの。直近。上、どこで落としたらこう落ちるとこだ。だから、殺すよみたいなあるなとか言った記憶はあるよ、俺。え、どれが俺のソウル？ なんか光ってもいっぱいあって分かんないんだよな。緑のやつってあの草にやられたんだっけ？あの草だっけ、やられたの。これだったっけ？あ、なんでキックレベルか。今塗ったぞ、こいつ。この浄土で水なんかやったぞ。大丈夫か？緑のやつがね、なっては浄土を持ってる。あ、あったあったあった。はい、あったよ。レモソウル、マイソウル。で、ハサミマン、ハサミマンに2匹に挟まれて、ハサミを食らったんだ。なんだこの、強えんだよ、この一撃一撃。出血をさ、出血、出血。一回飲みます。飲めなかった。また同じところ落としたよ、7万6000円。まずエストビンが足りません そうだ、エストビンないんだよ。まあ、回復しようとしたけど、俺 そうだ、回復しませんわ。とりあえず人間性双子で使ってエストビンを強化します。じゃない で、注ぎ火をして、これで
OK。 よーし、7万6000円ぐらいあったか。あそこまでは走ってけばやつが追っかけてこないんで、まあ石とは戦わずに、まあ、草がね来ちゃったらまあそれは倒すとして、なので、まあ石とはちょっと戦わずに草とだけちょっと戦っていって、ソウルの回収を目指したいと思います。その作戦でいきましょうか。です。でだ、こっちからこっちに行くとあれなんだよね、本編の方だと猫とかがいる方に行くんだよね、確かね。多分これが猫のいるところかな。何？あ、エレベーターがあるわ。はい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 。守り手の趣向腕なんで、でだっけ、このショートカット早く開けたいね。そしたらね、さあ光ってるものがさあいっぱいあってさ、アイテムなのかさ、このね道しるべのさ、あの草なのか分かんないんだよ。草っていうか花かなここで草ってとちょっと非常に紛らわしいので、花って言いますね。この上にもさっきね、あの石がいたんだよな。でさっき結晶のやつを追いかけて下落ちたんで、あれ落ちていいのか、ここは、ここは落ちます。アイテムいっぱいあるんだよな、これ取りてえけど、よう、おおおお、ここからでこういけないのよね。あっ、ふん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 がふんがふん草うんはさみ暇だわ、びっくりした、ガチビビだった今。うーわ怖っ。で隙が2人ね、とりあえずこの先にこの隙の2人を倒してみて、そっから上のハサミ、あいた、なんで、あ、これ感じて回復してるわけ、水飲んで、そういう設定ちゃんと、そういうなんか農民的な設定で、まず一体倒す。危ない今の、いや多分強攻撃だったよな。よし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 、7番回収です。ウェイ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 、向こうが行って大丈夫な感じ。ダメ系、さっきショートカット開けてるよな。ショートカットどこにあるんだろうな、あれな、あのエレベーターな。池の水、ちょっと待って、ちょっと来てよ、植木屋さん、お、来た、第3、3人目、1対1なら、1対1ならね、余裕っすよ、本当に。で、そこが闘技場ね、闘技場っていうか、殺すよみたいな。わあ、石が2、草が2、
あそこね、あるな、建物が。あれがなんか、ぽいな。いやー、いっぺんに来るか。つらしか、しかし。まずは草から。順番ね、順番。出たよ。出たよ、出たよ、やったよ、やったよ。石はさ、あそこスルーでもいいかな。さあ、倒してダッシュで石ならな、多分すり抜けできるかな。それを作戦でちょっと行きましょう。石は遅いからね、なかなか追いつかれないんで、だから草だけちょっと注意していこう。ここ石はほぼ無視でいきます。どうしてもっていう時だけ石。で、これ外からぐるっといった方が安全だったんで、人から回っていきます。あ、さっきの多分ここなのか。じゃあちげえな、場所がな。ちょっと場所が違うね、そうするとね。あそこショートカットではないな。ただ多分アイテムかなんかが置いてあるだけかもしれないね。まあそれはそれで攻略なんで、まあ全然いいんですけども。ここまでは余裕で来れることが。危ねえ、石降りてきたんですけど。 怖怖怖怖怖。ここハサミ来るよ、ハサミ。右からハサミ来るからね、気をつけてね、これね。はい、ハサミで、ハサミ来る。2発当てる。石はいない。石は、あ、石、う、石来るんだ、あの石。で、スキーがまず2人いるんで、これ速攻で倒されて、後ろから石来てるんで。石は、あ、来てない石。大丈夫、石。石、え、違うわ、ハサミがいる。ハサミ3連はきつくねえか。オッケー、よく倒した。飲む。後ろから石来てる、石来てる、後ろから石来てる。ソード回収。次行きます。来た、エレベーター、エレベーター、よし、よし。おー、しょい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 。わー、一息だ。殺せよ。と、先こっちだな。え、あ、誰かいる。初めて人に出会った。人型の人。Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the pass. はい、そうです。黒い腕に引きずり込まれて過去に来ました。Yes, of course. Exactly あ、what あなたも一 happened 緒なんですね。 to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. なるほど、商人か。まあいいよ、とりあえず今必要ないんで。じゃあな。
あ、これでさっきの衝動買った、いた。でしょ。ほら。よし。もう、あれで、さっきの、肘とハサミのところは、通らなくて良くなりました。よかったね。で、あと行ってないところは、さっきの、石が落っこちてきたところなんだよね。そこ相手もある。あ、こっちもルートがつながってんな。ああ、いっぱいあるな。どっち先行けばいいんだ。ちょっとこのコロッセオの周りもちょっと見たいな。わあ、向こうもつながってんのか。つながってんな、これ多分な。コロッセオからこれ出るんだな。出て向こうに行くんだな。まあ、先下行くか上行くかだよな。でも先に、さっきの上のところの、ハサミがね、いたところの上行ってないんで、その先ちょっと行きたいなと思います。ハロー。ハロー。あそこに石いるよー。なんか死んだよー。サミスルスルよー。ジャンプ。降りてくんのか、お前ら。危ねえ。どこか穴あんのか、これ。わあ、怖っ。これでと隙がいる。萌えキャラか、お前は。これ、ドジっ子キャラです、本当に。ちょっと穴開いてんのだけは気をつけようね。穴開いてるのだけは気をつけようね。 うわ、マジか。 もう行きましょうか。 今のはひどいな。ショートカットでいけるけど、ショートカットで行く方が敵をいっぱい切っちゃいそうで、ちょっと怖いっていうのはあるよね。でも大丈夫か。あそこ飛び降りて、ハサミを2つ倒せばいけそうな感じだったので、ちょっとショートカット使っていきますか。ある。ちゃんと上に上げておこう。8万ってさ、レベルアップできたんだっけ？微妙なとこだよね。しまーす。そっか、ここのスキー2つも復活してんのか。で、後ろからハサミが来るのか、これ。あ、これダメかもしれない。すげえ来てる。わ、すげえ来てんだけど、これ。
すげえ来てるんですけど、ジャーンプ、よし。やっぱ来るのはハサミ2人だけか。オッケー。怖いから、そんな怖いから、そんな怖いから、取らして、取らして、相手もサッカーしないで、サッカーは今日じゃないから。そこ石みたいのな。どっから行くの、じゃあ。あそこ。これは大丈夫でしょ。大丈夫だって、この上なんだもんね。正面から行っちゃダメけ。ちょっと慎重に。ジャンプか。そっかそっか。よし、守護者のカウント。ああ、なるほどね。だ、石の装備が一つずつこうバラバラに置いてあるっていう感じですかね。で、多分あそこが石のなんか鎧か、足かみたいな感じなんでしょうね。若干ね、暗いからね、分かんないんだよな、この草がどこにいるかというのが。すげえ吹っ飛んでったな、草。石が右にも一体いるからね。よいだ。この奥にも一つある、ゴーの大屋。なんか初めてのアイテム出たぞ。手元にいますよ。逃げて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 。あっぷね、根性発動してんじゃん。怖い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 。回復で、これどうやっても帰んの？ここジャンプってこと？ジャンプ場ってことか。よし、はい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 、ハサミ。よし、もうこれの任務はおそらく終わった。ではちょっとまたね、あのエレベーターで、エレベーター下に戻しちゃったな、さっきな。もうここに来ないと思ったからね。一回飲むよ。エレベーターはよ、エレベーターはよ。はーい、おいよよ、降りるよ。切り先抜けるか、あー下行くかだよな。どっちだろうな。下か、下ね。ちょっと下も見てみる。まあ、どう見てもさ、あそこの殺すよはさ、ボスっぽいよな。なにこれ、木材だ。ほ、あ、犬、ワンコロワンコロ。あ、あ、避ける、全部避けるの、この犬。おい、一撃。オッケーオッケー。ワン、急なワンコロ。アイテムだ。これ絶対上からなんか来んじゃねえの、怖いよ。下から来るの怖いよ。ワンコロいっぱい。ワンワンパニック。はい。あいて、あ、意外と食らう。意外と食らう。意外と食らうよ。食らうよ。食らう、意外と食らうよ。食らうよ。飲むよ。はい、よいしょ。
一撃だから、一撃だからちゃんとガードして、はい、避けられる、ガードして避けられるコントかお前、あ、避け何こいつ、よし、オッケー、そうで、はいはいはい、これ8万9000でレベル上がるかどうかだよな、これ持って帰るかどうかっすよ。だったら、これを1個つけておいていけば問題ないか。え、キャママン、あ、今の当たってないんですか。まあまあ何にも落とさない、おばーん、はい、だからよける、はい、まあ、いい気ぴったしか、お前俺と相性バッチ読んだな、お前バッチ上だぜ。よし、でボン、あー、これボスあー、どっちがボスだろうこれこれ切り出そうだよな、ここな、ボスっぽいよな、入っちゃったよ、ふえー、出た出た、なんか何回か見たよあのドラゴン、え、これ落ちてたよ大丈夫、あ、そのアイテム、あ、アイテムだ、お前アイテムじゃない、導いてくれてるのか、まさかお主導いているというのか、よし、あ、戻れんだ、あれベスト、まあ、3しかないからな、あ、公式メッセージ、久しぶり、竜は空にある、人に勝ち目なし、あー、ということはなんかアイテム取ってきたりとかそういうのしないといけない感じ、あっち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 ってな、な、あー、なるほどね、ずっと飛んでるからなんかアイテムとかなんか必要なんでしょこれ絶対、あ、宝箱、公式メッセがあるっていうことは多分そういう何か特別なことが必要だっていうことだと思うんで、原版じゃんマジで、そういえば原版をさ使う装備ってさ俺一個も手に入れてないんですよね今回てか、このダークソウルのリマスターで全部光るでいってるからね、黒騎士武器とこのハベルの大盾、まあ大丈夫です、ソウルは手に入ってますんで、一度これで帰ります。さあ30分をもう経過しているので、じゃあ、あの白い霧の方に入れば OK ということですね。さあ、あと1レベルですね、レベル100まで、まあ、あの3同様、あのレベル100で止めようと思うんで、おそらく、まあ、あと1つレベルが上がるともう、あとアイテムを買うか、もう捨てるかというようなソウルの扱いになると思うんで、そこはまあ3同様によろしくお願いいたします。じゃあここはとりあえずこの最初の2匹だけはちょっと倒さないと、あそこの細いところで
ここのね先のところでちょっと鉢合わせしちゃうんで、この2匹だけは確実に倒して、じゃああの白い霧の先にちょっとじゃあ進んでいこうかなと思います。まあ、1体でな800入るんだもんな、これな。美味しいね。2周目というね、言ってもさあ、もうこのねあのハブレの大盾と、黒騎士の、薙刀でね、もう2周目もこうあっちゅう間にですねボスだもん粉砕してきたんで、 DLC のね、まあ、聖獣もなんとか先週倒しましたんで、どうだろうな、そろそろボスなのか、それとまだ先があるのか、どう見てもさこの建物でさボスじゃないって言ったら逆にちょっとねびっくりだけどね。行きましょう、白い光の中に GO。 あーボスだ、はい、はい、ボス、やべえの来たな、うわ、うわ、だこれところどころあの地下からさ吹き上げてたこの青い霧、青の炎、二宮くんじゃん、うぃ、騎士アルトリウス、うわー出たー、てかここでアルトリウス出てくるの、アルトリウスってラスボスじゃないのこれ、だって DLC の名前がねアルトリウス・ザ・アビスなのにここで出てくるんだアルトリウス、マジか、でも意外とダメージ入るぞこれあ、これいけんじゃないか一発でブルーは、はい、人型だからな、人型のボスってさグウィンぐらいしかいなかったけど、こう剣振り回して、まあ、あれか、モンスター相撲とか、まあ、いたけどさ、ゲルゲルダメージしっかりとガードして一発ね、でスタミナだけちょっと気をつけよう、ガトツどっすんだなこいつの、ローリング、はい、だからスタミナ回復、なになになに、あこれやばいんじゃないか、ほらほら、ダメかまたパワーアップしてるよな絶対な、一回飲んできます、叩きつけ、振り払い、叩きつけ、うわ、スタミナスタミナスタミナ、でもなんだかんだ3分の1いってんぞ、やつは無理か、やつは無理だな、一発一発一発、回転、これ逆回りか、反時計回りかもしれない、反時計回りで、はい、ガトツ、この剣かっこいいな、これ欲しいな、よいしょ、いやー食らうな、何ジャンピングアタック、スタミナほぼ持ってない、これジャンピングアタックはもうガード専念ですね、右2回来る、あれジャンピングくるんくるん、ガトツの後はいける、よし、いいぞ、見えてるぞ見えてるぞ、出たよ、いやーやっぱなんか第3段階ってこと、半分いったよ、やばいっつ、はまったな最後ね、あのぐるんぐるん1回目はまると、2回くらいね、
よし、キッシュアウトデュース、いきますよ。残り時間あと20分ぐらいあります。なんとかね、強化の強化っていうかためをなんとかキャンセルとかできないんかな。あれ超攻撃一発じゃダメだと思うね。両手持ちで2、3発技量が両手持ち強より多分威力高いんで、そっちでキャンセルとかできるのかな。ちょっとそれだけやっぱ試したいよね。危ない。ショートカットは開いたからね、あそこの最初のあの2匹だけしっかりと倒せば、まあ、ノーダメージでねこのボスのところまで行けるっていうのは非常に楽でいいですね。いきまーす。両手持ちに変えてる暇はまあおそらくないので、ジャンピングアタック暇はないので片手でこれでやっていくしかないとは思うんですけど、おそらくアトツをちょっとさかわしきって一発与えたいよね、ダメージね、ブルンブルン。ガトツうまくなかわしきりたいな。あ、キャンセルいった。両手持ち強攻撃2発だ。OKOK 両手持ち強攻撃2発でキャンセルいったんで、それですね。何、うー、なんかびちゃびちゃん当たらない。スタミナ2回これを食らうとハマるんで、 3回もあるのか。ジャンピングアタック、痛み、今のはスタミナ持っていかれたやつですね。いや4連チャンもあるのか、お前。いや飲めなかった。ジャンピングできます。あとは一発入れられる、スタミナだな。あーぺちゃん、これはよくわかんない。急いでー、もう一発。いやー間に合わなかった、間に合わなかったよ。まず一回回復したいんで回復します。いやカウンターいったな、完全には。一回耐えてからいきます。カトツなど飲む。うわダメか。いや攻撃力上がりすぎだろこれ。いや縦貫通か、これちょっとあれだな、力試させちゃダメなやつですね。ちょっとそうするとジャンピングアタックがもはやガードで耐えることできなくなってるんで、ちょっとなるべくというか力ダメでレベルアップをさせるっていうのは、必ずちょっと防がないといけないですね。強攻撃まあ2発なんで、
ノーダメでね、多分倒せるとは思うんですよ、やれば。そのためにはちゃんとパワーアップを防がないといけないというと、こういうところで食らってはいけない。スタミナか。さっきさ、手前で緑化草を売ってたよね、あのおっさん。それを食うか。それでスタミナの回復速度を上げて、なんとかこうね、なるべくスタミナを満タンに近い状態で戦闘に進めていった方がいいのかな。ちなみにおいくらなの？高っ。1200。So long。 おっちゃん、それはぼったくりだよ。おっちゃん、それはぼったくりだよ。いくらなんでも。いきますか。いきます。1回2回3回4回までは見てますけどもね。3回でした。ジャンピングアタックは後ろ下がればなんとか大丈夫そう。ブルーは、はい、ブルーンブルーン、その場ブルーンもあるわけで月でしょ。ブルーン、そうそう、多分来るよ変身。はい、来る。OK、 3発までは殴れるので、 OKOK、 キャンセルした後1発は殴れます。3発はいけます。大体3分の1と半分ぐらいの時、さっき言ったんだよね。ちょっと重いな、ゲームが重いです。ちょっと大丈夫かな。ベロン、ウェイ、そうそう、多分次来るよ。次の、こいつが距離取ったら多分来るんで、そうそう、来るよ、来る。もう一発で、今回は回復に、あ、スーパーマー似合わなかったか。くそ、回復キャンセルしたけど回復しようと思ったけどダメだった。3発入れずに2発で終えて回復。うわ、くそ、今のはちょっと痛い。落ち着いて行きましょう。5回目のチャレンジ、まだ5回目。あともう1回ぐらいできるかな。あと2回ぐらいだな、これ含めてな、チャンス。でもいけるな、いけるぞ、いけるぞ。できれば今日倒したいけども、まあ無理なら来週の早い段階でも多分倒せると思うんで、まあ、落ち着いて今回集中していきましょう。とにかく回復のタイミングと攻撃のタイミング
そうね、だから攻撃のタイミングを見つからなければ、回復のタイミングを見つる必要はないので、だって食らわないんだから、だって食らわないんだもん。いやー、この段階できついかな、危ねえ。そのワープ1回2回3回、3回で終わった。全く1回で終わる。そのバブルーン1回切る。あ、いいよね。2回突き、多分次、ま、もう一発ぐらい当てたら多分来ると思います。ベロン、あ、なんだ今の。違った、違ったか。紛らわしいよー。違う。何今の方向は。回復したいんだけどな。ジャンプ、 OK、 耐えた。そうそう、来るよ、来た。一発、二発、もう一発殴って、いやー、ちょっときついかもしれないよ。一回距離を取ってスタミナ回復する。殴っとく。1回、2回、3回、ここはね方向一発いけるな。そうそう、次か次の次ぐらいでダメージ与えると多分来る気がするんだよな。あっ、ぶね。言えないよな、引き上げからの。うわ、突進が突、突進が突。え、ノーモーションはダメだったよな。マジでノーモーションできたんだけど、こいつついに。ルール、はい、2回取った。ノーモーションでダメあんのか。そっか、ノーモーションダメあんのか。それはうわそりゃちょっと効いてないよってやつだな。さあ、本日ラストのチャレンジとなります。それでは行きましょう。そうだ、そういえばね、指輪今つけてないんだよ。棒ギャップだな。棒ギャップで行こう。さあ、今日のラストチャレンジ、騎士アルトリウス戦ですね。カウンターで勝ってる。しかも今日ね、このさ、草は結構サッカーしやすいよねよくさね、今日も初め一発目の時かなり巻きついてきたけど、草はよくサッカーしてるイメージだよね。あれだよ、本編の方のさ
ね、完全なるあの草もサッカーかなりした覚えがある。よし、じゃあ行きましょう。本日ラストのアルトリウス戦でございます。 GO。 はい、このレベルというか、あの何、畳を一つさせちゃうと結構やられてるんで、まだ来るか。はい、ビチャー。だからまあ距離を取らなければノーモーションでやつがワープをするっていうことがないので、それはそれで近づいておくっていうのは非常にいい作戦であるとは思う。来る、じゃあ3発のとちょっとやっぱスタミナがきついな。2発止めて、止めてた方がいいのか。やっぱり1回飲んでおく、1回ビチャ叩きつけ、あーやばいって今の、ごめん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 。ジャンプ、あ、ジャンプ前だな、これジャンプ前よけだ。はい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 、そうすると上飛び越えるんで、でなるべくちょっと近づいておかないとパワーアップするタイミングが全く分かんないんで、 OKOK。 1回、次あたり来るんじゃないの、一発入れると。はい、あ、この切り上げがねかっこいいんだよ強いとかさ弱いとかそうじゃなくてかっこいいんだよあ、来ない、もう一発か。来るよ、次だろ、この辺で来る。一回誓った誓った、いやー微妙にスタミナが、よいしょ、スタミナ、スタミナ、 OK。 はい、一回ベチャ、ベチャの後来る、一回2回3回入れる、よい、オッケー。かなり減ってんだろう、半分切った。よし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 、ほっぺの先はどのタイミングで、あの、なんか気合いだめが来るか分かんないから、ここはちょっとですね慎重にいきましょう。おそらく多分4分の1に入るとかそれくらいになるんだろうな。いやーごめん、1回2回1回2回、この回数のあれが分かんないんだよな、何で決まってんのか、お前の勘か。ただ行きたい時に行くだけ。よし、ナイス回復。あれだな、ピッチャーのピッチャーの時に回復できるんだこれな。突進が突、はい、オッケー。あう、いやいや、もう考えない考えない、大丈夫大丈夫大丈夫、問題ない、何も起きなかった。よしよしよし、ビチャの後回復、オッケー。あ、ビチャの後回復みんな覚えて帰ったよ今日、ビチャの後回復だよ。はいはい、一発来ないので、じゃん、それかっこいいやつ、方向ビチャビチャ来い、ビチャ来た、ビチャ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 のと回復する、トシカトツ来いダメだった。はい、一回これ回復ターン欲しいな、 OK。 いやーダメか、あートシンがトツ、
回、2回切る、1回下がるよ、はい、みたいなのと回復する。あー微妙に回復間に合わねえな。だいぶ大丈夫、結構いった。焦らないでください。多分もう気合いだめはないから、おそらく。うわーダメか、間に合ってないのか。じゃあこれでいくしかねえな、もうな、これで。いやーダメか、くっそくそー、助かせだったのね。回復のタイミングだな、ビチャの後回復じゃねえのか。いやー、ということで本日はここまでとなります。いやー時間いっぱいいきましたが、いやー最後惜しかったな、面白いね、惜しかったんですが、次回に持ち越しということで、騎士アルトリウス戦、次回もね頑張っていこうと思います。かなり攻略の糸口はつかめてきてるんで、次回になんとかね突破して次に進んでいきましょう。ではね、ここまでご視聴ありがとうございました。よければですね、ツイッチやツイッターのフォロー、そして、YouTube のねチャンネル登録なんかもぜひお待ちしてますので、下のですね、リンクの方から、ぜひ飛んでいってください。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。